どうも、阪神タイガース応援チャンネルのゲンタ玉です。よろしくお願いします。さて本日はですね、7月12日、阪神 v s DNA の試合について語っていきたいと思います。というわけで結果は、阪神勝ちましたは <laughs> んまあめちゃめちゃ、めちゃめちゃね、えー、いい試合、今、まあ、いい試合、まあ阪神が勝ったという点においてはめちゃめちゃいいですけど、まあ最初の方、まあ8回まで、まあまあいろいろ思う部分もあったと思いますし、 まあ、試合内容的なところを見てしまえば、ほんまに9回だけって言っても、ね、ええ、っていうような試合だったんで、まあ、ピッチャーたちは別として。ね、ええ、まあ、まず最初に言いたいことは、まあ、その、まあ、見る媒体によって、いろいろ違うものはあるかもしれませんが、あの、僕は今日、トラテレで見てたんですね。で、トラテレは、まあ、阪神が勝てば、まあ、ヒーローインタビュー当たり前ですし、あると思いますし、まあ、監督インタビューもしてくれるわけなんですね。 で、監督インタビュー見た方々なら、まあ皆さん、まあ僕のような感じになってるかも、まあなってないかもしれません。たかが一生やんけ、とか。うん、あの、今日ね、その、まあ大山選手最後に、え、よならタイムリーを打ったわけなんですけども、まあ大山も、え、まあ5打席立って、まあ最後の最後1本打っただけやんけ、とか。まあ、その閉札も打ってるやんけ、とかね。まあそういう批判的なコメントというか、まあ批判的なものを言われてる方、も多々いると思いますけども、まあ、 感動できる試合やったなというふうには僕個人もめちゃめちゃ思いますし、まぁ実際その矢野監督のインタビューを見ていただいたらわかるんですけども、まぁ僕はそのそこにうるっときた部分も、まぁ実際今現段階においてもありますし、そのなんて言いますかね、まぁ単純に阪神が勝てへんというだけならば、まぁなんて言いましょうか、そのね、勝てないだけで済むんですけども、まぁそこに付随してくるものが、まぁとてつもなくすごいものが飛んでくるじゃないですか。 まあ、あの、細かく言うのであれば、批判とか、誹謗中傷とか、っていうところになってくるんですけども、まあ、大山選手もそれを、ね、一重に思いっきり背負って、で、矢野監督も背負って、で、そこの中で、え、勝った。まあ、しかも今日の感動的な勝ちによって、まあ、阪神ファンがね、ああいう風にめちゃめちゃ盛り上がってくれた。もう、これね、感動と言わずに何と呼ぶと。そして、それをね、何と言いましょうか。 あの、矢野監督がすべて表現してくれたというようなね、そういうふうに僕は感じて、あれですね、なんかすごく、その <laughs>、あのね、言葉がなんか変ですけども、とにかくね、その、ま、いろいろ、選手も、監督も、コーチも、ええー、と、ま、あいろいろ、阪神に関わってくださってる方々にも、その、いろ、色、 のしかかってると思う中で、えー、今日の勝利において、まあまあいろいろ、そのファンとしても見つめ直す部分っていうのは出てくるんじゃないかな、というふうに改めて僕は感じました。というわけでスタメンオーダーから見ていきましょう。1番センター、近本選手。2番セカンド、伊藤原選手。3番ファースト、マルツ選手。4番サード、大山選手。5番レフト、サンズ選手。6番ライト、ロハス選手。7番キャッチャー、梅野選手。8番、ショート、中野選手。9番、ピッチャー、青柳選手ですね。そして相手チームのオーダーがこちらになっております。というわけで、打撃陣から見ていきましょう。 近本選手ですね、5打数2安打1打点です。サードゴロ、セカンドゴロ、レフテイのヒット、サードゴロ、レフテイのタイムリーヒットですね。えっと、今日の3打席目のヒットっていうのが3試合ぶりぐらいのヒットでしたね。まあ、なかなか最近打てなかった。そして打撃内容的なところを見ても、まあ、割とね、その、セカンドゴロっていうのが多かったんで、まあ、皆さんご存知だと思いますし、まあ、僕もね、その近本選手が悪くなった時にずーっと言い続けてるんですけども、そのセカンドゴロ、ショートゴロっていうのがめちゃめちゃ多くなるんですね。 で、そこで、まあ、今日もセカンドゴロも一本ありましたし、ちょっと、おやおやっていうふうに思ったんですけども、まあ、ヒット打ってくれて、最終的にはタイムリー。まあ、完封で終わるのは絶対あかんぞっていうふうに思った中で、まあ、唇を切ってくれたのが、近本選手の一本目のタイムリーと。まあ、いい感じで打ってくれましたね。えー、明日からも期待しております。はい、続いて、伊藤原選手です。5打数1安打1打点1三振です。ピッチャーゴロ、ショートのエラー、ショートゴロ三振、センターへのタイムリーヒットですね。 え、まあエラーでね、ツーベース、まあ、ツーベースという形ではないんですけど、まぁ、塁に進んで、その後、マルちゃんファーボール選んでというところではあって、まあ、ここはね、一応チャンスにはなったんですけども、あれかなというふうには思います。えー、そして、まあ,あの、近本選手と同じように、えー、連続タイムリーという形で、ね、しっかり打ち切ってくれたと。本当にね、その前の打席っていうのが、ま空振り三振で、まあ、エスコバー選手に対しての、まあアウトコースの変化球やったかな。 ま、完全にタイミング崩されてる中で、ああいう三振になって、最後、三島選手。まあ、タイプ的に見ればね、まあ、左、右の違いはあれど、まあ、割と高速球で押した中で変化球っていうところがある中のピッチャー、え、しっかり対応してくれましたね。糸原選手もなかなかいい感じでやってくれてると思います。はい、続いて、マルテ選手です。3打数1安打1打点2ファーボールです。ライトフライフォアボール、サードゴロフォアボール、センターへのタイムリーヒットですね。えー、ライトフライからね、なかなか良かったんですよ。 そしてフォアボール選んでくれて、サードゴロに関しても当たりはなかなか強かったですね。 そして4打席もフォアボールしっかり選んでくれてと。ね。えー、いい感じでしたし。えー、最後のタイムリーヒット。ね。えー、ま、まず、まず負けないという段階を作ってくれた。ここにおいてめちゃめちゃ良かったよね。まあ、当たり前なんですけど、まあ、2アウトからなので、その、まあ、打てんかったらその時点で終わりだったので、その後のバッターに対してちょっと楽になったやろっていうのもなんか変な話なんですけども。でも、ここで打ってくれることによって、全然大山選手のね、気持ちっていうのは変わってきてると思うので、まあ、丸ちゃんね。 まあそのタイムに打たなくても、その今日はね、めちゃめちゃいいことをやってくれてますからね、2ファーボール選んで、まあそのアウトの内容もね、すべていいというふうに僕は捉えてるので、最後の最後に一仕事またこなしてくれたというところにおいてね、マ、ま、ルちゃんめちゃめちゃいいですね。 はい、続いて大山選手です。5打数1安打1打点1三振1併殺です。三振ライトフライセカンドゴロピッチャーへの併殺だセンターへのタイムリーヒットですね。えー、三振に関してはまあ思いもしてなかったボールが来たという感じでまあできれば手を出していただきたかったかなとは思うんですが2打席目のライトフライこれねあのー、まあ詰まらされてはいるんですけども逆方向に大きな打球という点で見ればまあなかなかいいかなとまあそんなに悪くないというふうに僕は捉えてます。そして3打席目に関しては うーん、ま、あセカンド頃なんですけども、そのなんていうかね、ま、あ今日トラテレで見てたって言ったじゃないですか。ま、あ高田さんだったんですね。ま、あ初解説とからしいんですけども、まあ、大山選手は、ちょっとごてごてに回ってしまってると。だからこそ、その詰まらされてしまうというところが如実に出てしまってると。ま、あそこがね、その4打席のピッチャーへの併殺だっていうところにおいても、ね、え、ちょっと詰まらされてるなという中で、最後の最後の打席、さよならタイムリーですよ。ほんまにね、その、ま、あ今日のヒーローインタビューはもちろん大山選手でした。 まあ、大山選手はね、その、なんというか感情を表に出すようなタイプではないので、その、淡々と頑張りますと、ありがとうございますって、えー、次も頑張りますって、ね、よろしくお願いしますってことしか言わないんですけども、その、いろいろ背負ってると思います。その中でね、この一本が、まあ、チームの上昇、大山選手の調子の上昇というところにね、繋がってくると僕は信じております。 はい、続いてサンズ選手です。4打数1安打,打2三振です。ショートゴロ三振、センターへのヒット三振という感じです。まあ、サンズ選手に関しては、ちょっとね、低めの変化球に手を出し始めてるので、まあ、疲れというところが一番大きいのかなと。まあ、今日エラーが一つあったんですけども、まあ別にあれね、そのエラーっていうか、まあ取れてたとしても、多分ね、2点入ってたと思うんですけども、まあまあそれを置いとくとして、ちょっと疲れが見えるかなというふうに個人的には感じます。 はい、続いて、ロハス選手です。4打数1安打です。ライにヒット、ショートゴロ、ピッチャーゴロ、セカンドゴロという感じです。えっとね、まあ、ここ全然多分関係ないっていう人はいるかもしれないんですけども、9回裏の先頭バッターって、ロハス選手だったんですね。で、その結果から見てしまえば、セカンドゴロ、ただのアウトですよ。全力で走ってましたね。あの、ここが、その、いいか悪いかとかじゃなくて、その、 しっかり走ったことによって、梅ちゃんの、その、気合を入れてくれたみたいなところも少なからずは、僕はあると、まあ、ポジティブに考えてますが、まあ、打撃内容的なところを見ると、ヒットは打ったものの、その、一、二塁間を抜けていくライ店にヒットやったかな。 その打球が上がってないという点においては、まあ、非常にちょっと見てられないかなというふうには思っております。明日アルカンタラ選手なので、多分落ちるのはロハス選手だと思います。次回どこで上がってくるかわからないんですけども、そこまでにね、えー、準備万端というところを期待しております。はい、続いて梅野選手です。4打数3打1三振です。来イにヒット、来イにヒット、三振、来イにヒットですね、えー。ヒットは全部2球目を打ってヒットですね。なんかすごいですね。右方向にああいう打球が梅野選手ずっと打ててるので、最近ね、状態上がってるなというふうに分かってましたし、 打率もね、まあ、あの、2割4部台に乗ったりはしてたんですけども、2割5部4輪までまた上がってきて、ね、いい感じでまた打ち始めてるので、えー、明日も期待しております。 はい、続いて中野選手です。4打数1安打1三振です。三振セカンドゴロセンターにヒット、ライトライナーですね。えっと、ヒットに関しては、その、なんと言いますか、ピッチャーの頭超えてっていう感じでね。まあ、うまいこと打ったなという形にはなって。で、ライトライナーに関しても、なかなかいい当たりだったんですけどもね。まあ、残念ながらという感じでした。中野選手ね、その打撃でも、その、1試合に1本ずつぐらいは確実に打ってくれるなという選手になってますし、まあ今日ね、初回ですよね。桑原選手はアウトにしたあの守備。 ああいう守備ができるからね、やっぱショート中野っていうところはね、外せないですよね。いい感じになってると思います。はい、続いて青柳選手です。2打数無安打2三振です。三振、三振ですね。まあ打撃においてはね、えー、あんまりというところです。はい、続いて原口選手です。1打数無安打です。ライトフライですね。えー、なんと言いますかね、そんなに悪くなかったなというふうには思うので、次回行きたいです。 はい、最後ですね。佐藤選手です。1打数1安打です。センターへのヒットですね。え、ここで佐藤くんが繋いでくれたということにおいて、めちゃめちゃ良かったですね。その、ま、佐藤くんにおいての話では今回ないんですが、ちょっと気になるのは、佐藤くんが塁に出た後、江越選手に代走になったんですね。まあ、あの、なんと言いますかね。 なんで変えたんやろなぁとは思いますけどね。まあまあ別にどっちでもいいんですけど、その最後の最後やし、まあもう一回佐藤くんに回ってくることは100%ないので、まあ佐藤くんより、ま足の期待度が高い江ゴシ選手を入れたんだなぁと、まあ単純に考えるべきなんでしょうけど、 なんですかねその佐藤くん、今日半袖でやってましたし、いつもアンダー来てなかったっけなんかそういうところから考えたら、なんか今日その準備はある程度してるけど、その休養日的なところを完全にやってた中で、最後の最後、もう誰もおらんぞと、佐藤行くぞっていう感じになったのかなと、個人的には勝手に考えてます。じゃあ投手陣見ていきましょう。本日投手、青柳投手、藤波投手、親川投手ですね。青柳投手7回投げて98球、4アンダー2三振、4フォアボール3失点です。 今日はね、若干荒れてるなというふうに思う部分はあったんですが、基本的には荒れてるというよりかは、その、丁寧に、丁寧にっていう感じでやってるような印象でした。フォアボール4個っていうところがね、まあ、ここ最近の青い選手から考えてみれば、まあ、ありえないというような感じですけども、その、なんと言いますかね、まあ、最初の方に出したフォアボールに関しては、 まあ、逃げというよりかは攻めのっていう感じですし、その、守備でね、青柳選手エラーありました。だけどね、あそこはね、もう攻めた結果なので、その、全然悪くないと思います。ヒットもね、4安打しか打たれてないので、今日はね、その、全体的に見れば、めちゃめちゃいいかと言われたら、そんなには良くなかったんでしょう。でも、その中で、7回投げて3失点、クオリティスタートやんな。そんなんさ、めちゃめちゃいいピッチングしてくれてるやん。 ここにね、とりあえず負けをつかさんかったっていうところが、まあ、めちゃめちゃ大きいですし、その後ね、阪神が勝ったという点においてめちゃめちゃ良かったですね。青柳選手ね、次回も期待できると思うんで、中5日というね、まあちょっとね、まあいろいろ9連戦というところがあるので難しい中で、7回3失点も完璧だと思います。次回も期待しております。はい、続いて藤波投手です。1回投げて13球無安打3三振無失点です。今日はね、もう無双の藤波っていう感じでしたね。 三三心。もうすべて完璧でした。ほんまに完璧でした。まあ、この藤波選手と、まあ、この後言います、及川選手のピッチングによって、半身に流れがいったっていう風に、まあ、少なからずはあると思うんで、藤波選手次回も期待しております。はい、最後ですね、親川投手です。一回投げて16球無安打、一三振無失点です。今日152が出たんか、最速なんかなちょっと細かい部分は僕は覚えてないですけども、 しっかり腕振ってね、えー、いい感じで投げれてると思います。まあ、ちょっとね、その、もう今日は関係ないんですけども、ランナーを出すと、まあ、若干9位がね、落ちてっていう部分はあるんですが、ランナー出さんかったら、もう基本的には何ら怖くない。ね、えー、次回の登板も期待しております。はい、というわけで本日は7月12日、阪神 VSDNA の試合について語らせていただきました。ね、えー、まあまあいろいろね、最初にごちゃごちゃ言いましたけども、まあその、何が言いたかったと。<laughs> もう、感動したっていう話なんですけどね。 その、矢野監督のインタビューもそうですし、まあ、試合の展開的なところもそうですし、まあ、最後に決めたのが大山選手っていうところもそうやし、ま、あま、あいろんなところがね、ま、あいろいろ積み重なって僕も感動したなとっていう話ですね。まあ、まあ、いろいろ考え直さなければいけない部分っていうのはね、ま、あ個人個人あるとは思うんですけども、明日から買っていただけるように、阪神ファンはみんなで応援しましょうというところですね。というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、あと概要欄の方に Twitter と Instagram のリンク貼ってるんで、よかったらフォローお願いします。というわけで失礼します。バイバイ。